どうもこんにちは、まなです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はいまあ新年一発目なんで、まあ、ちょっと今年はうさぎ年じゃないですか。なんでうさぎ年に合わせてうさぎのちょっとコスプレを今日はしようかなって思ったんですけどちょっとアマゾンの配達が遅れててまだ届いてないんですよ、そのうさぎのコスプレが。なんで、まあ、今日はちょっと年末にちょっと起こったすごいとんでもない出来事をちょっとお話ししていこうかなって思います。はい、もうサムネとタイトルでわかるんじゃない？まあ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 ね、本当はね、なんか楽しいこうやつで始めたかったんですよ。まあ一発目なんでね、今年なんですけど、まあちょっとねすごいことがあったんですよいや私運転してなくて、まあお兄ちゃんがちょっと運転してたんですけど、高速道路でちょっと煽り運転をされまして。まあ私ちょっと深夜だったんで2時3時頃、そうだね、時間が。なんでまあお兄ちゃんが運転するってなって、で私は助手席でめっちゃ寝てたんですけどその時になんかいきなりお兄ちゃんが私のことベシッてはたいてきて何ちょっと半切れで起きたんですけど俺に対して怒ってるやつよ、もう完全に。いやもう何なのみたいな。まあね。でそしたら、いやなんか変な車が煽ってくんだよみたいなことを言い出して、もう私寝ぼけてて、え、何のことみたいなどういうことみたいないや、とにかく何携帯のビデオ回せよって言われて、ああみたいな感じでやっぱさ、その証拠って大事じゃん多分。そうだね、うん、ドライブレコーダーでもちろん撮ってるけど、やっぱ携帯の画像の多分画質が多分、まあそうね、いいじゃん、うん、そうだから撮った方がよくねって思ってさ。そうね。でもあれ5分ぐらいもう煽られてたんよ。そうね、5分10分ぐらい。そうそうそう、結構前から煽られてたみたいで。そうで、マジで危ねえなって思い始めてマナを引っ張って起こしたっていうそういやでも本当にすごかったよね。いやもう、まあ、実際に映像を見てもらえますか、うん、じゃあこちらをどうぞ。何をしたいんだろう、絶対また左来るよ、ほら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 、なんなんこいつ。鍵閉まって、感じで、まあ映像がこんな感じだったんですけど、いやこれマジでなんかやばかったよね本当に。しかも何がやべえ、多分これ会社の車だよね。そう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 、なんかなんとかなんとかってなんか書いてあったんだよね、うん、ちょっと携帯でもさ、やっぱ夜だと画質悪いから、なんかね、暗いからね、はっきりね、うん、映ってないんだよね。そうなんですけど、なんかすごいこう横を通ろうとすると横にこう中央にこう寄ってくるみたいな。いやもうそれを俺は5分10分前からやられてて、うん、え、マジで危ねえなって思って起こしてこう動画撮ったけど。そうね、いやマジでね、初めての経験だから恐怖もあったよもちろん、うん、怖っていうのはあるけど、やっぱりね、なんかおおって本当にいるんだなっていうこういうやつがよくテレビであるもんね、煽り運転のなんか
ね、ビデオみたいな、ね、そう YouTube とかで結構あるじゃん、ショート動画とかで、うん、え、マジであるんだなって、もうそうそうびっくりしたのがすごいでかかったよね。うん、私も思ったもん、やばかったよな、こんな風になるんだみたいな、本当にね、本当にやばい人はあれだよね、止まってさ、あ、なんか言ってきたりするよね。いや、これね、この動画だけだと多分よく絶対コメントで来るじゃん、そのお前が悪いんだろ実はみたいな、あ、その前の部分がないからね、そう、その煽られるきっかけは絶対お前だろみたいなさ、うん、いや、それが全然違くてね、まあ5分10分の動画になっちゃうから YouTube ではね、そうそうそう、暇になるから絶対から、ね、でもドラレコには全部映ってるから、それはもう、うん、あれだよね、警察にね、編集とかさ、書き出しとかしないで、それごとメモリーカードごと渡した方がいいよね、うん、警察に多分、うん、いやでもね、俺思ったのが、うん、多分会社の車じゃん、うん、多分会社で、その煽り運転してるきっかけ、 そいつがね、うん、始めたのが多分会社で、なんか仕事で何か嫌なことがあって腹いせでやってるのか、あー、ね、まずそれが一つじゃん、なんか仕事でなんかそのお客さんとか上司から、うん、バカにされたじゃないけど言われてイライラして八つ当たりされたのか、俺らが、あか、夜だから遠目にしてないけど、うん、遠目だと思ったのかなって、後ろの車眩しいみたいな、なんかたまにあるよね、その高さがさ、こう違うじゃん、そうそうそう、車って軽とかさ、でなんか眩しい時眩しいんだよね、本当に、そう、高い車、車なんていうの、車高、車体、うん、なんか高い車だとさ、すごいちょうどね、そう、なんか眩しい位置にいると、え、こいつ遠目じゃないみたいなねでも多分遠目じゃないんだよね、そうそうそう、遠目じゃないんだけど遠目に見えるみたいなね、あるよね、たまに、多分その勘違いで、なんかこいつ遠目にしてるって思ってイラってきて煽ってきたのか、かただ単に居眠り居眠りで毎回こう来る、そうね、それなんかタイミングよく来るよね、だって、そうなんだよ、必ずすんごい遅いんだよね、しかも、そう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 、だから横を去ってこう行こうかなって思うと、すごい幅寄せしてくる、そう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 、だから多分居眠りではないんじゃないかなって、毎回こうなるんだったらあれだけど、そか、普通に走っててで抜かそうとした時にこう寄ってくるじゃん毎回、そうだよね、でもなんか違うよね、か一番立ち悪い飲酒運転、あー、酔っ払ってフラフラで、たまたまタイミングよくこう幅寄せじゃないけどなってるみたいな、あー、いや、全部どれにしてもやばいよね、まあ、どれにしてもちょっとねあれだよね、普通にただ単に会社の嫌がらせ、八つ当たりもやばいし、その何、勘違い、透明の勘違いで煽ってくるのもやばいし、もうあれだけど、うん、いや、そもそも煽り運転自体がちょっと、そう ね今の時代やばいじゃん、うん、あれなんだっけ、今って一発アウトだよね、それ結構厳しくなったよね、警察にね、うん、捕まったの一発後じゃなかった、煽り運転、そうなんだよね、それでもやるっていう、その、うん、怖いよね、なんか失うものがない人間なのかなって思う、そうねどうなんだろうね、その辺は、だってね、捕まったらもう全てがパーじゃない、人生ほぼほぼ、うん、しかも会社の車ってやばいよ、一番やばい車だよね、自分の車じゃなくてもう会社の名前が書いてあるさ、うん、ね、車って一番あれじゃない、やばいよね、もう会社にこう届けられても終わりだしみたいな、いやでも会社じゃないのかもよ、ステッカーあるじゃん、え、でもさ、あんな変なね、ステッカーあるって思うけどね、うーん、いや、もっとかっこいいステッカーはあるじゃん多分、そうね、普通になんかなんとかなんとか、あ、なんとか会社ってそもそも書いてあった、多分あったよね、あったよね、うん、あ、じゃあ会社だね、わかんないよ、自分が社長で、え、その会社の車乗ってるかもしれないじゃん、社長が自分でその会社の車を運転してえ、それこそやべえだろその社長、まあまあまあ、それもやばいけど、何か、あの金でもなくなっちゃったのかでもやけくそになってやば、まあまあまあ、でもどれにしてもやばいよ、やばいね、いや、だから本当にマジで危ないから、てかもっと多分YouTube とかさ、テレビでやってるってもっと危ないじゃん、多分もっと危ない、マジで止められて、うん、本当にブレーキとかね、されてこっちも止まるみたいな、いやマジさ、時間があったらもうぶつけてやろうかなって思うけどさちょうど何、撮影に行く途中だったんだよね、遠出で、そうそうそう、もう車なくなったらちょっとあれだから、撮影がパーになってもね、うん、あれだしね、そうなんだよね、
なあマジで。いやでも本当にねあれだったね、怖かった。もうだってその後さ途中のパーキングによってさ、うん、もう30分ぐらいさずっとこの話で持ちきりだったもんね、うん、今すぐ警察呼ぶみたいな。そうそう、でも呼んだらどうしようねみたいな、呼んだらだって撮影がいけないじゃんみたいな、うん、明日のさできないしみたいな。だからねもう後日警察に提出っていう感じでさ、ね、うん、幸い怪我なかったしね。まあね、いやマジで本当にやめてほしいわ本当にね。あの事故になんなくてよかった。そうね、高速ってめちゃめちゃ危ないじゃんやっぱり、うん、後ろからこう追突される危険があるじゃん。死ぬよね、早いし。もう追突されたら終わりじゃん。しかも夜中だからほぼほぼ大型トラックしか通ってなかったから、もうトラックなんかにねボンってぶつけられたら本当にそれこそ終わるよ、死んじゃうよいやーマジでこれさ、なんなんだろうね、何の会社名よくわかんないんだよね、そうだよ、文字がギリナンバーの数字が見えるかなぐらいだから、うん、いやドラレコを警察のさそのパソコンの技術でさ、あの綺麗にして、こう 見えればね。いやでも警察俺信用ならんのよねちゃんとさ捕まえてくれてんのっていう俺は思っちゃ う、ね、あの本当に事故ってたら多分ちょっとはやる気になるけど、これまだぶつかってもないし、まあまあまあ、うん、出てきてもないじゃんこの人、うん、だから警察がめんどくさがってただの居眠り運転でしょとかで処理されそうで嫌なんだよね、うん、そうね、ふざけんな。それもそれでね、いや居眠りも居眠りでやばいでしょ、やばいけどいや怖かったねあれは。なんかいやでも本当にね死ななくてよかったわいやマジもうあの煽り運転の一番嫌だったパターンじゃない、前側を走らされるから、走ってるからそいつが、ああだから後ろから煽られたら路中してさ先に行かせることできるじゃん。ああまあね、でもこいつの場合前走られてるからさ、うん、どうしようもないよね。でも言うてさあれじゃない、こう寄るじゃんで止まるじゃん、うん、あで追い抜くじゃん、うん、その人が。でもやっぱこうさ、あそまた後ろから行くとなんか同じ感じになっちゃうよね。そっか、結局煽るようなやつだから、そうそうそう、どういう形になっても結局こうあのゆっくりにしてこう煽ってくんじゃないかなっていう あれがあるよね。まあしゃあないね、もう人間じゃないって考えた方がいいね、煽る人は人間じゃないっていうやばいもんマジいやでもね本当にね、いやでも本当にいるんだね、うん、煽ってくる人っているんだね、世の中広いね。はい、なんかちょっとしんみりになっちゃったけどなんか、まあ、年明け早々なんかこういう動画になってあれだけどね、うん、本当に、まあ、皆さんも煽り運転には気をつけてください。はいじゃあ今日はこれで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。